どうも、ペイリアルさんです。動画のために、シルクロードの本をレビューしようと思ったんですけど、無理です。なんで読みたくないから。ガキかよ。もちろん読もうとしたよ。でも、無理だった。何がダメだったのだって相棒、ヤマトの本でさえ最後まで読んだじゃん。まず、この表紙のワンピース崩れ風に書かれてるシルクが、嫌だ。そして帯に乗ってる森田正則先生のキャラ並みに口を大きく開けてるシルクが、 なんかイラつくえそんな理由でっていうのは冗談でじゃあ何これ2ページ目に書かれてることね俺はついさっきガン泣きしたことを忘れ不意に訪れた自由を満喫するかのように起き上がるとハイハイのアイドリング状態に入ったその時ふとおむつの上のうんこが目に入った気になるものを見つけたら触るそして口に出るというのが赤ん坊の習わしだ柔らかめのそれをビチャッと手に取るとそのまま 自然の流れに任せて、口に運んだ。シルク先輩、赤ん坊の頃から武勇伝を作ってたとは。これもう出落ちじゃんねえ、これってさ、スカトロ小説なの出だしから自分のうんこを食べたらもう続きを読む意味がない。なんでそれを超えるものが絶対に出てこないから、読むのがめんどくさいだけだろう。うん。シルク先輩、武勇伝の本出したら絶対に読むから。 ね、相棒それ読まないんんだっったらどううすんのの売っちゃうのいやー売っても10円ぐらいにしかならないと思うから捨てようと思ってたそれはさすがにもったいないでしょうそれもそうだよなあっマジかこいつちょっと魚の味がするな。